これがタイムゲート。コネクションの紋章遺伝子、空間をつなぎ道を開くのはあなたと博士は言ってたわね。でも私、そう言われても一体どうしたらいいのか。そうか、そりゃそうだよな。ごめんなさい。なんだよ、お前が謝ることじゃないだろ。うん、だけど気にするなよな。彼女はまだ覚醒してないんだ。分かってる、ごめん。うん、黙って見ていてもしょうがないよな。とりあえずゲートを調べてみよう。そうね。あ、どうしたソフィア。私なんだか頭痛い。大丈夫か。いいって、辛かったらすぐに言うんだぞ。動くのか。黙って、ここまでは通常の動作なんだから。どうした。どうして。なんだ。覚醒した。大丈夫か。こりゃなんだって言うんだ。タイムゲートが。おいおい、なんだこりゃ。驚いたね。これが FD 空間。そうなんだろうな、多分。うん。どうしてわかる。理由はわからないわ。けど感じる。確かにそうなのよ。これが FD 空間だわ。ああ、僕もそう思う。体の奥の何かがそう言ってるんです。あんたたちがそう言うんだ。それが正解なんだろうね。お前らがそう言うんだ、きっとそうなんだろうな。この奥に創造主がいるわけね。でも FD 空間で僕たちは存在できるのかな。そうだよね、次元が違うわけだし。それは正直わからないわね。だけど博士たちが何も対処していないとは考えづらいでしょう。でも万が一ということもありますよ。どうなんだ。私たちには先に進むしか選択肢はないんだろう。だったらせいぜい抗ってやろうじゃないか、その創造主とやらにさ。ま、そういうこったな。人間思い切りが肝心だぜ。そうだね。行こう、みんな。この先に倒すべき創造主がいるんだ。なんだ？エターナルスフィアのディスプレイから何か出てきたよ。新手のパフォーマンスか？エクスキューショナーはどこだ？さあ、とにかくここが FD 空間のように。無事に着きましたね。では。
かった。ええ、そうね。おいおい、敵の本拠地ってのはもっと緊迫感があるんじゃねえのか、普通。同感だね。一体どうなってんだ。でも、ここは FD 空間ですよ。間違いないと思います。一体、どうなってるんだ。ねえねえ、お兄さんたち、今エクスキューショナーって言ったの？君は言った。僕はブラッド・ガーランド。そんなことを聞きてんじゃねえんだかな。ああ、大丈夫大丈夫、僕は敵じゃないからさ。どうだかね。うちにおいでよ。多分お兄さんたちに知りたいことがわかると思うんだ。まあこんな子供に俺たちをどうにかできるとも思えねえがな。ええ、それに情報を集める必要はあると思う。そうですね。うん、行ってみよう。どうやらエクスキューションの敵が何か知っているみたいだ。それにここまで来て危険を恐れていたら何もできない。虎穴にいらずんば孤児を得ずってやつだな。ああ、そうだね。決まりました。早くしないとセキュリティサービスがやってきちゃうよ。早く早く。ただいま。おかえり。ん？ブラッド、その人たちは？随分と変わった服装だけど。友達。お友達。そう。ねえ、お兄さんのフルネームを教えてもらえるかな。それと出身地も。僕の名前？うん。そんなこと聞いてどうするつもりだ。別にどうにも、ただ確認したいだけだよ。僕はフェイト・ライン・ゴッド、地球という惑星の出身だけど。これでよし。やっぱりお兄ちゃんたちはそうだったんだ。なるほどね、納得。ブレアの言った通りだ。ブレア？何がやっぱりなんだ。分かりやすく説明してほしいもんだね。お前やつらの関係者じゃねえだろうな。うん、ちょっと違うよ。言えばいいのかな。お兄ちゃんたちはエターナルスフィアの住人なんだよね。エターナルスフィア。そうさ、これだよ。これは…そんな…どうして？連邦とエクスキューショナーの戦いね。そう、今エターナルスフィアで実際に起きていることさ。実際に起きていることだ？
おい坊主、エターナルスフィアってのは一体何なんだ。なぜ連邦とエクスキューショナーの戦いがここに映し出されてんだよ。落ち着いて、ちゃんと説明するよ。エターナルスフィアってのはね、シミュレーターの中の世界なんだ。で、地球もその世界の中に存在する惑星の一つってわけ。え？エターナルスフィアは個々の端末から干渉できるんだ。だから銀河系で起きている事件もここで見れるというわけ。つまりお兄さんたちはエターナルスフィアというシミュレーターの中にいる登場キャラクターなんだよ。ねえ、この子一体何を言ってるの？僕たちがシミュレーターの中の登場キャラクターだって？そう。つまり俺たちはプログラムだってのか？まあ端的に言えばそういうことになるよね。じゃあ銀河という世界はただのゲームのステージだというの？ううん、エターナルスフィアはオンラインで僕ら参加者全員が共有しているんだ。勝手にリセットできない。だからゲームっていうのとは少し違うよ。まあ一種のパラレルワールドみたいなものかな。僕たちは君たち FD 空間の住人に踊らされていただけなのか？そう言ってしまえばそうだけど、でもお兄ちゃんたちはそれぞれ独自の AI プログラムで動いているわけだから、本質的には僕たちと一緒だよ。別にコントローラーで操作しているわけじゃないもんね。少なくとも僕はそう思ってるけど、存在している次元が違うだけさ。だからパラレルワールドと評したわけね。うん。エクスキューショナーって一体何なんだ？やっぱりプログラムなのか？うん、その通り。この間発表されたプレスリリースによるとね、エターナルスフィアのプログラムの一部である銀河系って区画に異常が認められたらしいんだ。お兄ちゃんの出身区画だよね。それでその異常をそのまま放置しておくとプログラム全体に悪影響を及ぼすって判断したみたいなんだ。で、その悪影響部分を削除するために送り込まれたプログラム、それが執行者、つまりエクスキューショナーってわけ。バグフィックスプログラムというわけね。冗談じゃねえ。神だなんだってのも十分バカみてえな話だと思ったが、プログラムだと？でも私たちがプログラムだとしたら、どうしてここに存在できるんでしょう。この子の言うことが本当だとしたら、私たちはここに存在できないはずじゃ。それは僕もわかんない。それがマリアの力なんだろ、アルティネーションのさ。そうなんでしょうね。ラインゴット博士が与えてくれた力、プログラムの生み出したプログラム、考えてみればそら恐ろしい力だわ。しかし坊主、お前なんでそんなに詳しいんだ？うん、僕の友達がエターナルスフィアの開発会社の関係者だからさ。ブレアって言うんだけど、僕にいろいろ教えてくれたんだよ。あ、でも勘違いしないで、僕は敵じゃないからさ。ではなんで私たちをここに連れてきたの？興味があったっていうのが一番の理由かな。だって信じられないでしょ、普通。プログラム生命体が自分の力でこっちの世界に来るなんて想像もできない話だからさ。ま、そりゃそうだ。お兄ちゃんたちはエクスキューショナーに対抗するために来たんでしょ。で、勝てそう？セキュリティサービス？敵か？フラット、君、やっぱり。違うよ、僕は何にもしてない。動くな、両手を上げろ。死んだ奴らで、貴様らの身柄を拘束する。母さんがセキュリティサービスに連絡したの？だってフラット、母さんあなたが心配だ。まったく、余計なことして。どうすればいいか、今の僕にはよくわからない。
てもここで捕まるわけにはいかないんだ。ああそうだな、行く。ああ乱すやからめ、おとなしくバグにつけ。背後からどういうこと。強い。本気を出すまでもないね。手応えのねえ奴らだな。 FD 人ってのはみんなエクスキューショナーみてえに強いのかと思ってたぜ。エクスキューショナーが特別な存在なんでしょうか。おそらくね。エクスキューショナーはあくまでエターナルスフィア用に作られた特殊なプログラムなんでしょう。うん、そうかもしれないな。これあげる。なんだこりゃ。お兄ちゃんたち、僕の話が信じられないんだったら自分で確かめてみるといいよ。ジェミティ市にエターナルスフィアの特殊端末があるから行ってみるんだね。こら、フラッド！あのガキ、味な真似を。フラッドの行ってた場所に行ってみましょう。このディスクで何かわかるのかもしれない。やっぱり罠かよ。ようこそスフィア社へ。特異体の諸君、私はスフィア社オーナー直属の保安部を統括しているアザゼルだ。どのような手段を用いてステーションのセキュリティを突破したのかはわからないが、歓迎するよ。もっとも虚構の存在であるお前たちが現実の世界に出てきている時点で私にはすでに理解不能なのだがね。どのような手段もクソもあるか。そっちが呼んどいて。呼んだ？一体何のことかね。ステーションの件はお前たちの差し金じゃねえのか。何を言っているのかわからんが、少なくとも私は感知していないよ。うん？後で調べてみるとしよう。思わぬネズミが引っかかるかもしれないな。しかしその前にお前たちのもてなしをしなくては。もてなしね。さぞや手厚くもてなしてくれるのでしょうね。ああ、当然だ。もっとも、もてなしの方向性に関してはお前たちの態度以下のかな。どういうことだ。面倒なので手短に言う。おとなしく投降したまえ。私たちに協力すればお前たちは消去しないでおいてやろう。協力ですか。お前たちは非常に興味深い存在だからな。研究セクションからぜひ研究材料にしたいとの要望があるのだ。モルモットになるというわけで。ごめんと。僕たちが研究材料になれば銀河に放ったエクスキューションを止めてくれるのか。いや、それは無理な話だ。銀河はすでに汚染されている。お前たち特異体の存在によってな、あの区画は完全に消去する。消さないでやるのはお前たちだけだ。もっとも帰る場所はなくなってしまうが。冗談じゃない。ああ、そんな条件飲めるわけねえだろうが。うん。
困ったな。他の諸君も同じ意見ですね。当たり前です。当然でしょ。仕方ないよね。研究セクションには後で私から謝っておくとしよう。まあ所詮は壊れた存在だ。消されるのがごく自然な流れだとは思うがね。おとなしく消されると思うな。ダメだ、ここも開かない。しかしゴキブリみてえな奴らだ。次から次へと、全くキリがねえ。でも、もう研究セクションに入ったんだ。あとはエターナルスフィアの開発室を見つけさえすれば。でも、部屋に入れないんだよ。鍵か何かが必要なのかな。それを探し出せば。どうやらその前にもう一働きする必要があるみたいね。後ろにもいるよ。何？しかし、さすがにこの人数は厳しいわね。そういうな、メイルだろうが。危ないところだったわね。助けていただいてありがとうございました。あなたは？まずは自分から名乗るものではなくて、フェイトラインゴッド君。あっ私はブレア、ブレア・ランドベルドよ。ここでエターナルスフィアの開発を行ってる研究者の一人。ブレア、そう、ええ、そうよ。
レコダであなたたちと会ったフラッドの友達。お友達ですか。あの子も随分とあなたたちのこと気にしてたわよ。まあ、あの子の場合、面白半分なんだけど。まあ、ここで話し込むのも何よね。ついてきて。おい。ここのロックもそれなりに強力なんだけれど、上層部が本気を出せばすぐに開けられるものだから、この先にさらに厳重なセキュリティを施してある部屋があるの。そこに他のみんなもいるわ。他のみんなですか。え、こっちよ。ここよ。彼らは私と同様にエターナルスフィアの開発に携わっているものよ。事情を説明していただけますか。一体あなたたちは僕たちをどうしようと言うんです。そうね、端的に言えばあなたたちに協力してあげたいのよ。協力ですか。ええ、今回の上層部の判断に私たちは反対なの。いくらこちらで想定していない事態が発生したとしても、現状のエターナルスフィアに強制的に介入するのは良くないと思っているんだ。そう、エクスキューショナーを送り込むなんて乱暴な解決策だとしか思えないわ。私たちはエターナルスフィアを一つのパラレルワールドだと考えてるの。もともとは私たちが作り出した世界でも、今そこには自らの意思で考え行動する生命体が存在してるわけよ。すでに私たちの手を離れ独自に存在する世界となってる以上、私たちが自由に干渉していいものではなくなっているわ。実際あなたたちと私たち違うのは存在してる空間だけよ。フラットは随分とあなたの影響を受けているようね。そのようね。あの子の母親は心よく思ってないみたいだけれど、私たちはエターナルスフィアのデータは博物館に安置して不干渉とすべきだと考えている。そのためにはエクスキューショナーをどうするかを考えていたのよ。世界を破壊する悪魔のような存在を放置しておくわけにはいかないわ。そのような時期にあなたたちのことをキャッチしたというわけ。いわば同様の目的を持つ同志であるあなたたちをむざむざ保安部なんかに渡せないわ。そうだったんですか。まあ筋は通っているな。エクスキューショナーを放置しておけないと言っていたわね。具体的に方策はあるの？ああ、すでに奴らを消去するためのアンインストーラーを用意してある。このアタックプログラムはエターナルスフィアの在来種である君たちには効果を発揮しないが、エクスキューショナーのような特殊な存在に効果を発揮するように作られている。まあ大層な名前はついているが、奴らもプログラムの一種には違いないわけだからな。十分効果が期待できるだろう。そんな便利なもんがあるならさっさと使えばいいじゃねえか。それはそうなんだけれど、このアンインストーラーにも問題があってね。エターナルスフィア内部で作動させないと効果がないの。エクスキューショナープロジェクトはその得意な性質上、こちらから干渉できないように設定されているのよ。それは問題なんですか。向こうに行けばいいだけなんじゃ。今現在エターナルスフィア内銀河系区画に侵入できないの。処置が完了するまで一般の端末からアクセスすることはできないわ。え、でも。うん、僕たちはジェミティ市で大型端末を介してエターナルスフィアに行けましたけど。ああ、君たちは特別な存在なんだと思う。どのような仕組みになっているか具体的にはわからないけど、君たちにはこちらとエターナルスフィアとを隔てる障壁を突破できる力があるようだね。理解はできないけど、事実そうなんだから仕方がない。ふん、そういうこと。何がそういうことなんだよ。鈍いわね。要は私たちにアンインストーラーを持ってエターナルスフィアに行けってことでしょ。現状私たちしか向こうに行けないんだから。そういうことね。あなたたちの目的も同じなんだし、文句はないと思うんだけど。アンインストーラーを使えば
確実にエクスキューショナーを消滅させられるんですね。ああ、信用してもらっていいと思う。何しろスピア社でも一二を争う能力の持ち主である彼女の策なんですからね。一二を争う能力かは疑わしいけど、自分なりに最良のものを作ったつもりよ。わかりました。信用します。ありがとう。で、俺たちはどうやって向こうに行けばいい？ジェミティー市まで戻るのか？今このビルからジェミティー市には移動できない。すでにステーションとのルートは遮断封鎖されている。おそらく君たちを逃がさないためだと思うがね。そうなると、このビル内の端末を使わないとダメってこと。このビルにも端末があるのね。ええ。あるにはあるのだけれど。何か問題でもあるんですか？場所がね。場所？そう。端末の場所は最もセキュリティのきついブロックなのさ。おそらく保安部もそこの警備に多くの人数をかけているはずよ。それだけ？端末自体に何か問題はないの？それは大丈夫だと思うわ。新たにセキュリティを強化したという話は聞かないし、もともと誰一人として銀河系にはアクセスできないようにしてあったのよ。それでもあなたたちは銀河系に行くことができるのだから。なら悩むことはねえじゃねえか。行きゃいいんだ。ああ、ブレアさん、その端末まではどうやって行けばいいんですか？端末はオーナー室のある最上階よ。わかりました。みんな、行こう。ちょっと待って。私も一緒に行くわ。ブレアさん？ブレア、何を言うんだ？あなたたちだけでは最上階にたどり着けないかもしれないわ。端末までの間に何らかのセキュリティがかけられていないとも限らないし、エターナルスフィアではあなたたちの力にはなれないかもしれないけど、ここでは私はまだ力になれる。まあ戦闘での役には立たないけどね。でもいいじゃない、ここは協力してもらいましょう。だな。俺たちにはわからないことが多すぎる。協力してくれるというものを無理に断ることはね。わかりました。お願いします。任せておいて。こっちよ。このドアの先にある大型のエレベーターを使いましょう。最上階にエターナルスフィア端末があるわ。楽しいことじゃないでしょうね。残念だよブレア。多少理念の相違はあったが、まさかお前が私を裏切るとは思ってもみなかったよ。その声はオーナー？オーナー、聞いてください。お前を失うのは惜しいのだが仕方がない。原因子を放置しておくと正常だったものまで汚染されてしまう。処理が必要なのだ。オーナー！ブレアさん、どういうことです？私たちの動きは全てオーナールシファー社長に筒抜けだったみたいね。不満分子である私もろともあなたたちを消去するつもりのようだわ。何か来るぜ。ベリアル、ブレア、君も無茶をしたね。自分は何をしても大丈夫だと思ったかい？ベルゼブル、残念だったね。オーナーは君も処分なされることにしたようだよ。
しかしオーナーに逆らったんだ。覚悟の上なんだろう。長い付き合いだ。せめて苦しまないように殺してやる。無駄しちゃダメよ。せっかくのアンインストーラーだけど何の役にも立たないよ。すでにオーナーが。オーナーがなんだよ。一体そいつが何をしたというんだ。おい、分かってはいたつもりだったけど、やっぱり生で見ると信じがたいものがあるわね。何がですか？あなたたちの力よ。この二人まで倒しちゃうなんて。それに紋章術がこっちの世界で具現化するなんて驚きだわ。どういう理屈なのかしら。おじけづいた？私たちはやはり消去しておいた方がいいなんて思ってるんじゃないの？見損なわないで。ごめんなさい。いいのよ、分かってくれれば。ま、それはそれとしてどうする。こいつはこの有様だ。他の手段で最上階まで行けるのか。それは平気よ。他にも道はあるわ。ただ敵がうじゃうじゃといるでしょうけど。でもそれしかないんであれば行くしかない。ええ。こっちよ。これが現在使用できるこのビル唯一の銀河系アクセス可能な端末よ。さあ中に入って。設定は私が外からやるから。わかりました、お願いします。ありがとうブレア。必ずエターナルスフィアを救ってみせるわ。どこまでも邪魔な奴らだぜ。アンインストーラーを頼む。うん、やってみる。僕たちは
こいつらを食い止める。気をつけろ。死んでる場合じゃないわ。フラッシュチャイロット。爆弾ヒットレインズド。サイドディスチャージ。アスネテックフィールド。アスネテックフィールド。ロックレイン。バイトディスチャージ。アスネテックフィールド。ロックレイン。アスネテックフィールド。アスネテックフィールド。アスネテックフィールド。これからは相手を選んで。ますます俺に叶うやつがいなくなった。まだか、ゾフィア。ごめん、もう少し耐えて。今やってるから。貴様、ちょっとヤバいか。ブラッシュブルートフォース。ブルートフォース。ファイトディスチャージ。我に力を。ブルートフォース。ブルートフォース。ファイトディスチャージ。ファイトハンマー。ブルートフォース。ブルートフォース。ファイトディスチャージ。ブルートフォース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 。ブルートフォー。ブルートフォー。ブルートフォー。ファイトディスチャージ。ファイトハンマー。今さら後悔しても遅えんだよ。これでいいのか。フェイト、これで終わったの？多分。オーナーって人はどうしたのかな。気にすることはねえさ。現にクソいまいましい天使どもは消えたんだ。終わったのさ。そうね。ああ、帰ろう。Thank you.
こいつは…ヘルワフラッシュヘルワット参ったわね。こいつは笑えねえ冗談だ。サイズは縮んでるくせに力は半端じゃねえ。みんな、ブレアさん、よかった、無事だったのね。ブレアさん、一体これはどういうことなんです？アインストーラーを使ったのにエクスキューショナーが消えないんです。そこなのよ、やられたわ。どういうことだ？説明してもらおうか。説明してくれるわよね。実はオーナーに先手を打たれていたようなの。先手ですか？そう、オーナーは私たちがアインストーラーを作動させるのを見越してセキュリティプログラムを仕掛けておいたのよ。アインストーラーを起動した場合のみ動き出す特殊なプログラムをね。それがあの新しいエクスキューショナーってわけなんですね。ええ、知ってるの？ああ、たった今お相手して差し上げたばっかりだ。倒せたの？ええ、苦労はしましたけど。そうならわかると思うけど、彼ら断罪者は今までの執行者たちとは違うわ。サイズは小型化してるけれど、設定されてるパラメーターは強大よ。このままでは銀河の消失は避けられないわ。どうにかならないんですか？そのセキュリティプログラムはそちらの世界で起動された痕跡があるの。つまりオーナーはエターナルスフィア内にいるということよ。だからどうだってんだ、こっちは対処法を聞いてんだぞ。私もそれを説明してるつもりよ。オーナーを説得するのよ。そしてセキュリティのアインストールをさせることができれば銀河の消失は避けられるかもしれない。でも素直に説得に応じてくれるんでしょうか？その時は力ずくでもアインストールさせればいいんでしょ？だな。オーナーはおそらく自らが作り出した特殊空間にいるはずよ。ただそこに行くためには特殊 ID が必要になってくるんだけど。特殊 ID？ あなたたちが見ても多分何に使うかわからない謎のアイテムよ。いわゆるオーパーツといえばイメージは伝わるかしら。私たちがエターナルスフィア内で使うために用意された、まあデバッグツールのようなものよ。使い方を理解した者が使えば、それはエターナルスフィア内で強大な力となるわ。それはどんなものなの？形状は様々よ。立方体のクリスタルキューブである場合もあれば、謎の機械だったりする場合もあるし、設定した開発者の趣味や配置場所によって変わるものだから。それじゃお手上げだぜ。今から形状のわからないものを銀河中探して回るのか？間に合うわけねえだろうが。
ちょっと待って、今こっちでデータベースに検索をかけるから。これね、銀河系に配置されてる特殊 ID はおおよそ銀色に輝く球体のようだわ。特に特殊な効果はないけれど、保有エネルギーはかなり高く設定されてるみたい。データスキャンを行えば確認ができると思う。待って、配置してある場所の検索もかけるから。銀色の球体？ええ、そうデータにはあるわ。ああ、この星もすでに消失してしまってるわ。他には？ああ、もう。なあ、ブレア、もしかして大きさはこれくらいか？ちょうどそれくらいね。どうして？ブレアさん、エリクール2号星にそれはありませんか？エリクール2号星？ちょっと待って。あった！あるわよ！やっぱりね。どうしてわかったの？一度見ているからよ。僕たちがエリクールにいるときにそのアイテムを守ったことがあるんです。確かセフィラとエリクールでは呼ばれていましたが。そう、そんな偶然があったなんて。そのセフィラを使えば特殊空間にアクセスができるはずよ。わかりました。みんなエリクールに行くぞ。うん、そうそう。ソフィア、セフィラを発見したらあなたが触れてみて。私がですか？特殊 ID がもともと私たちが使用するために設置されてるアイテムなの。だから私たち以外には本来の使い方では使えないように設定されてるわ。つまりあなたたちではダメということ。だけど今までのケースから考えてあなただけは使えるような気がする。わかりました。反応したら試練で私のことを考えて、この地点のことを。おそらくそれで私とコンタクトが取れるようになるはずだから。はい、やってみます。気をつけて。